自分がエプロンに立っているとき相手が近づいてきたら打撃やキャッチで相手に攻撃することができるぜ。反対に相手がエプロンに立っているときには掴んでリングに引っ張り込むことができるぞ。相手がコーナーに倒れ込んだらコーナーを使った攻撃ができる。ロープギアでキャッチしたらロープを使った攻撃だ。選手によって出す技も違ってくるからな。いろいろ研究してみようぜ。